こんにちは。のだめ英語バージョン第7巻の中から英語を紹介しますね。166ページです。ピプノセラピー、のだめが言ってます。催眠って言ってるんですね。このピプノセラピーっていうのは催眠術療法のことを言います。